僕篠原さんが好きです。昨日告白しました。返事は保留にしてもらってます。どいつもこいつも勝手にしろよ。篠原さんのこと本当に好きじゃなかったんですね。あんな女最初からただの暇つぶしだ。篠原さん、もしかして日下部くん、私決めたわ。愛あることなんて求めたりしないよ。ただあなたに従うの。愛の主なんて元から知らないよ。ただあなたと狼少女と黒王子は、集英社とご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。京也くん、ようやく謝りに来たのか。報告しに来たの。私、狼少女やめる。え？今までいろいろありがとね。は？だからもう彼氏のふりしてくれなくてもいいってこと。なんか疲れちゃって。あと京也くんのことももういいから、しつこくしてごめんね。あ、そう。じゃあこれで俺とお前は赤の他人だな。うん、今までお世話になりました。こちらこそ。じゃあバイバイ。バカだな私、ずっと時間無駄にして。篠原さん、よかったら外でお昼食べない？天気いいよ。うん、そうだね。人間も光合成大事だよね。じゃあ行こっか。ザ・タッチの次が日下部ってダークさありすぎでしょ。でも付き合ってはないっつってたじゃん、お友達からって。今時何考えてんだか。ザ・タークカップケーキ焼いてきたんだけど、よかったら食べない？しまえ。しまえってんだよ。そんなもん見たくもね。ごめん。どうまい、甘いの嫌いなのかもよ。彼女と別れてチャンスあると思ってたのに。佐田くん、最近なんか雰囲気変わったよね。怖いっていうか。けど
ど、そこもかっこいいよね。だよね。ここでもかっこいい。ほんといい天気。お昼外にしたの大正解だよ。ほんと、よかった。あの、篠原さん、今日なんだけど。どうしたの？え？あ、ごめん、校舎の窓ってあんな形してたんだとか思ってぼーっとしてた。何？あのね、猫の宮駅に15分100円で何でも遊べるお店ができたんだって。卓球とかカラオケとかいろいろあるみたいだよ。知ってる、さんちゃんと行きたいねって話してた。よかったら今日一緒に行ってみない？うん。あ、さんちゃんも誘っていい？人数多い方が盛り上がるし。あ、もちろん。なんで私も一緒なの？いいじゃん、みんなでパーッと騒ごうよ。で、草壁くんは？教室にお財布取りに行ってる。よく忘れるみたい。おっちょこちょいだよね。あんたが言うな。お、草壁くん、待ってたよ。あ、ごめん、間違えた。大丈夫？平気、全然。ごめん、遅くなって。あれ、どうしたの？なんでもないよ。さあ、行こう。行くわよ、ミスター草壁。よくって。はい。ピッタッチ、うまーっ。え？やるわね、草壁くん。私の魔球サーブを打ち返すなんて。あんた、必殺スマッシュって言ってなかった？え？そうだっけ？今日は誘ってくれてありがとう。すごく楽しかった。篠原さん。何？ あの、よかったらホワイトデーに一緒に遊びに行きませんか？今度は二人で。え？本当？じゃあ僕、いろいろプラン立ててみるね。うん、楽しみにしてるね。今日は本当にありがとうございました。三田さんも一緒に遊べて楽しかったです。ううん、こちらこそ。それじゃあまた明日ね。ねえ、エリカ、大丈夫？え？何が？あんたさ、ずっとテンション高いじゃん。見てて逆に心配になるんだけど、実は後悔してるんじゃないの？サンちゃん、私はカゴから放たれた鳥なのよ。は？自由を満喫してるの。あいつからやっと解放されたんだもん。嘘つき続けるっていう重圧もなくなったしね。それは自業自得でしょ。私今すごい楽なんだ。後悔なんてまるでないよ。新しい恋に生きるんだから。それは草壁くんと？それはまだはっきりとは。エリカ、草壁くんいい人だし、私のことすごい思ってくれてるし、今はいつか好きになれたらいいなって段階で、草壁くんも気長に待ってるって言ってくれたんだ。どっちつかずか。それってあんまりよろしくないと思うな。期待しながらずっと待つ辛さ、エリカも身に染みてるでしょ。ずるずる長引かせないで、できるだけ早く決断しなよね。そうだ、これじゃあいつとやってること変わんないじゃん。草壁くんのことはっきりさせなきゃ。
これ、全部ホワイトデーのプラン？いろいろ考えたら、こんな量になっちゃって。うわ、大変だったでしょう。うん、全然。どうしたら喜んでもらえるかなって、すごく楽しかった。草壁くん。だったら、この中でどれが一番おすすめ？草壁くんの好きなところに行きたいな。なら、水族館はどうかな？おお、いいじゃん、いいじゃん。虎坂のイルミネーションが綺麗なんだって。だからその近くでご飯食べて楽しみ。それで坂を下ったところに公園があるんだけど、そこ噴水が綺麗で、カップルで見ると恋愛が成就するんだって。モテるのも大変だね。行こう行こう。ずっと好きでした。篠原さん。ここで待ってて、僕先生探してくる。いいよ、適当にやるから。ダメだよ、ちゃんと見てもらわなきゃ。産んだりしたら大変だよ、女の子なのに。ありがとう。すぐ戻るから。優しいな、草壁くん。うそ、ちょ、なんで？気まずい。何しに来たのよ。具合悪いの？どんくせえな、相変わらず。え？その足、女が生傷作ったら値打ち下がるぞ。ただでさえ低いのに。うるさいな、それでももらってくれる人いるもん。相手のハードル下げんのか、向上心のないやつ。高すぎて見下ろしてるような人はこっちからお断りだけどね。で、あのもやしくんとはどうなってるわけ？ご心配なく、仲良くやらせてもらってるので。そりゃよかった。付き合うのか？そっちこそどうなのよ、私がいなくなって選びたい放題でしょ。言ったろ、そういうの面倒だって。どの女も興味ない。そっかもったいな。先生来そうにないし、行くわ。あいつのこと好きなのか？京也くんには関係ないでしょ。はっきり答えられないってことは好きじゃねえんだな。今はってだけじゃん。じゃあこの先は、あいつのこと好きになる自信あんの？そんなのわかんないけど、好きになりたいって思ってんの。っていうか、私たち赤の他人なんだよね。ほっときゃいいじゃん、暇つぶしなら他にいくらでもあるでしょ。遅くなってごめん先生、今会議中。草壁くん、やっぱ大したことないからもういいよ、行こう。うわあ、ウーパールーパーだー、かわいい、宇宙人みたい。ピンクでふにゃふにゃだね。名前もいいよね、ウーパールーパー。ハッピーそう。うん。しくった、ホワイトデーなんて忘れてたぜ。男だけでカラオケか、ありえねえ。別にいいじゃねえか、街中綺麗だし悪くないぜ。およくできてるなこれ。イタリアンなんだ。うん、私エスカルゴ好き。坂部くんは？僕はちょっと。エリカちゃん。
になりたいって思ってんの。もしもし。おい、お前何やってんだよ。うるせえな、耳つぶ。エリカちゃん、男と一緒にいたぞ。虎坂の近くで、なんか結構いい雰囲気だよ。お前一体何を。おい、京也。エスカルゴ美味しかった。本当。うん、よかった。篠原さん、ほら見て。綺麗。水族館も楽しかったし、本当ありがとね、草壁くん。お礼を言うのは僕の方だよ。え？篠原さんのためにって思ってたのに、きっと僕の方が得しちゃってる。ありがとう。期待しながらずっと待つ辛さ、エリカも身に染みてるでしょ。草壁くんと付き合ったらきっと傷つかない。思うようにいかなくて苦しんで泣いたりしない。この人を好きになれば。佐田くんじゃなくて京也な。草壁くん、大事な話があるから聞いて。ごめんなさい、やっぱり私、草壁くんの気持ちに応えられない。終わる覚悟なんて全然できてない。しつこくまだあいつのこと好きみたい。篠原さん、草壁くんのこと好きになりたいって思ってた。新しい恋して前に進むんだって。でもそれは逃げてただけ。自分を守ろうと自分にまで嘘ついてた。狼少女辞めるなんてそれこそ大嘘。草壁くんは真摯に私を思ってくれたのに、最低なことして本当にごめんなさい。そうだとしてもいいよ、最初から分かって告白したんだから。でもいいの。え？篠原さん、あの人好きなのやめたいって。他に目を向けたらいつか忘れられるかもしれないよ。心の底では京也くんのこと好きでいたいんだと思う。どんなに辛くてももう自分に嘘はつきたくないから。だからごめんなさい。そんなに謝らないで。僕だって逃げたり迷ったりするし、責められないよ。それになんとなく分かってたから。坂部くん、彼氏にはなれなかったけど、篠原さんのこと好きになってよかった。え？篠原さんのこと好きになったおかげで、自分のこととか学校とか好きになったものが前より増えたから。ありがとう。草壁くん、いい人すぎるよ。私頑張る。あいつに好きになってもらえるように、何て考えても。意外とそう遠くないかもしれないよ。こいつのこと返してもらうけど、いいか。今度はちゃんと大切にしてあげてください。行くぞ。
くん、なんで？なんでほっといてくれないの？私がいなくたって、痛くも痒くもないんでしょ？ねえ、なんで？うるせえ口だな。これでわかったか。もうなんでは禁止。今まであんたの鬼畜で無慈悲な行いのせいで散々な目に遭ってんだよ。こうでもしとけば楽勝だと思ってんでしょ。もういい加減流されないからちゃんとはっきり言ってよ。うん、お前は俺のもんだって言ったはずだ。それは彼氏のふりをしてる時の話でしょ。お前は単なる暇つぶしじゃねえってことだよ。だからつまり、だから世間一般でこういうのが好きってんならそうなんじゃねえの。おい、じゃあ今度は偽物じゃなくて本物の彼氏にしてあげてもいいよ。俺がしてやるの間違いだろ。調子乗んなよ犬。何よ、好きな子にはもうちょっと優しくした方がいいんじゃないの。お前なんかこれで十分だ。何それ。歩み始める2人、理想と現実、エゴとプライド、相反する2つがせめぎ合う中、エリカが選ぶ答えとは。次回、二律背反、スプリングストーム。すべては愛の名のもとに。狼少女と黒王子は集英社とご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。